無線傍受に反応があるな。まもなく無線が使えなく、レジスタンツのホテル襲撃。明日の7時全勢力をもって迎撃排除せよ。今レジスタンスの迎撃？はっ、漏れてる、情報が漏れてるじゃねえか。おい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 、このままじゃ明日の15時の同時決行の前に弟のいるホテルの主力部隊は壊滅するじゃねえか。やべえ、作戦変更とこの無線を各部隊に連絡しなきゃ。もしもし、あれ？無線が繋がらねえ。なんだ？どうなってんだ？おい！すでに無線は使えなくしております。キングスマス島のアンテナをすべて制圧いたしました。明日のレジスタンス軍ゾンビ協会突入計画の前に、我々ゾンビ協会精鋭部隊が迎撃いたします。よくやった。レジスタンス軍の崩壊を確認後、すぐに金髪娘の捕獲作戦を再開せよ。はっ、はあ、やべえ、どうする、今からホテルの弟のところに行って連絡しないと。てかホテル周辺って言ってたけど、どこに潜伏してるか俺知らねえじゃねえかよ。あれ、他のみんなもどこにいるんだよ。無線使えねえし。やべえ、積んだよこれ。おい、積んでんじゃねえかよ。おろおろ。あ、仲間か？姉さん、やめて、頭パッカンはやめて。うるさいわね。ろくなもんないわね、ここ。姉さん？何よ、頭でも割られたいんかい。いや、そういうことじゃなくて、一体ここに、何しに。って、今そんな、ユージュのことしてる場合じゃないんすよ。無線が、弟が、うるさいわね、あんたもう、動くな。はい。姉さん、本当に今ちょっと私忙しくてですね、なんとかなりませんか。ああ、私も忙しいんだよ。イケメンの生存者キングスマス島も誰一人いないじゃない。いるのは無線だ、弟だとギャーギャー騒ぐアホゾンビだけよ。もう一本ウイスキーもらってくわ。じゃあもう飽きたわキングスマスと。さすがに本土にもう帰るわ。姉さん一体何しにここへ帰るんすか？ああそうそう、戻ってきた。右の島の左の民家が並んでる中に売り出し中の2階建ての家があるけど、そこに伝説の DJ マケオがいたわよ。誰だよ DJ マケオって。夜な夜なキングスマスレイディを放送してるらしいわね。誰も視聴者いないのに、ほんとアホねあいつ。じゃ、何しに来たの姉さん。 DJ マケオって確か兄弟がサイン欲しいって言ってたやつか。待てよ、そうだよ、そこならラジオブースがあるはず。噂で実際いるかわからないが、もしいるとしたらそこにはラジオブースがあるはずだ。それにひっそりと一人でラジオを流しているのなら、個人のアンテナも設置しているはずだ。それを利用してみんなに連絡を取れれば。こうしちゃいられない。早速その売り出し中の家を探してみよう。しかしわざわざこの情報を伝えに姉さん、まさか。なあ、
ウイスキーが欲しかっただけだよな。まあいい、こうしちゃいられねえ。ここか。そっと2階に侵入してみるか。ごめんください。はい、今日も始まりました、キングスマスラディオ。今日もたくさんのお手紙届いているぜ。ペンネーム金髪娘。おっと、昔俺の上司で金髪の女性だったんだが、ふと記憶が蘇っちまったぜ。散々痛い目に遭わされたよな。おっと、そんなことはどうでもいいな。 DJ マキオさん、あなたがもうちょっとイケメンなら もう少し優しかったかもね。おい、まさかって、ちょっと君、今本番中だよ。入ってきちゃダメじゃないか。って、ゾンビ？なんでここがバレたんだよ。10年間誰にもバレなかったのに。あ、逃げてった。本番中だったのか。すまねえ。今は急いでんだ。よし。予想通りここの機械を使えば、無線に精通するこのお兄ちゃんの手にかかれば。よし。これでいいぞ。つながれ。緊急事態、緊急事態。レジスタンス、各部隊全軍、落とせよ。あ、どうしました？ヘイヨー。あれ？どうしたんすか？あ、つながった。さっきから無線つながらなかったんですよね。どうしましたか、兄さん。よし。みんな、落ち着いて聞いてくれ。さっき、教会の無線を傍受して。なるほど、そういうことでしたか。では、作戦の決行を早める必要が出てきましたね。教会よりも早く本作戦を一日前倒しして動きましょう。そうでないと、各所から明日の朝にかけて教会の部隊がホテルに集まってしまいます。ホテルのガードがよりきつくなってしまいます。そうだよな。みんな準備は大丈夫か？もちろん準備万端です。師匠からのゴーを待つだけの状態です。こちらもです。あと、さっきの話の中に、今ラジオブースにいるんですよね。 DJ マケオはそこにいるんすか？サイン欲しいんですけど。いや、俺ゾンビだろ。俺見て叫びながら逃げてったよ。サインは無理だわ。そうなんですか。残念です。欲しかったな、伝説の DJ マケオのサイン。その代わりにリバーサイドのみんなにお土産でマケオ音頭の CD いっぱい買ってきたから、1枚あげるからさ、許してくれよ。マジっすか。俺作戦頑張ります。おい、DJ マケオとマケオ音頭ってなんだよ。知らねえよ、そんなマイナーなもん。よし、じゃあ一日前倒しして本日15時本作戦を決行する。合図とともに左右の島の一般施設及び軍事施設を同時攻撃、制圧。制圧完了を確認したら、ホテルの弟へ連絡し、第二作戦、ホテルを攻撃、制圧。頼んだぞ、みんな。死ぬんじゃねえぞ。そして、リバーサイドにみんなで帰ろう。おう。左の島、一般施設、制圧完了。右の島、一般施設、制圧完了。どうだ、兄弟、軍事施設は。師匠、マーチリッチのエリートゾンビにかかれば楽勝だよ。軍事施設制圧完了。よし、
よくやった。あとは最後ホテルだけだな。おい、ホテルの準備はいいか。こちらの全ての作戦は成功。あとは俺の弟のホテル突入だけだ。兄さん、すまない。ホテルに突入を試みたんだが、教会のゾンビが我々をすでに包囲している。先手を先に撃たれてたみたいなんだ。これではホテルに突入できない。それにもう我々はタイルを断たれて逃げ場もありません。すまない、この数ではもう無理だ。兄さんたちはすぐにこの島を脱出してください。作戦は失敗です。弟を置いて逃げれるかよ。兄さん、お願いです。兄さん方と合流してすぐに逃げて、私はここで命を張って時間を稼ぎます。今の無線本当ですか、弟さん。お前たちは右の島の埠頭に集合してくれ。弟さんを見捨てるんですか、兄貴。俺の指示に従うんだ。もうこの作戦は破綻してる。少しでも救える命は救わないと弟に顔向けできねえ。キングスマス島のホテル以外にいる全レジスタンスメンバーに次ぐ右の島埠頭に緊急合流し、キングスマス島を離脱する。みんな集まってるか。はい、ほぼレジスタンスメンバーは集まってます。師匠は あれ師匠がまだ来てないっすね。ん、師匠から無線だ。師匠、まだですか。すでにレジスタンスメンバーすべて合流しましたよ。あとは師匠。すまねえ、俺はいけねえ。お前にレジスタンスメンバーの今後の指示を頼んだ。師匠、俺は弟を見捨てることなんかできねえ。それにお前ら兄弟も見捨てることなんかできねえ。頼む、お前がしっかり指示をして無事にこのキングスマス島から脱出するんだ。頼んだぞ。師匠、ちくしょう、なんでこんなことに。くそ、お前たち、ここからは俺が指示する。すぐにキングスマス島から脱出する。ここだな。兄さん、なぜ逃げなかったんですか。はあ、こんな美味しい役回りお兄ちゃんが逃がすかよ。お兄ちゃんより目立つ弟ってどうなんだよ。まったく、死ぬ時は一緒だ。今右の埠頭に全てのレジスタンスメンバーが合流している。そして兄弟に指揮権を移してすぐにこのキングスマス島を脱出するように指示した。すでにこのキングスマス島を脱出してる頃だ。そうですか、わかりました。命続くまで少しでも時間を稼ぎ。兄さん、マジか。兄さん、すまねえ、最後まで出来の悪い兄ちゃんで。兄さん、ゾンビの群れがもう我々を囲んでしまった。兄さん、僕もすぐに兄さんのところに行くよ。あれ、あんたたち何やってんの、こんなところで。寝るならベッドで寝なさいよ。あなたは
周りのゾンビが全て倒されてる。助けに来たぜ師匠。あ、姉さん、あれどうしてここに、あれ師匠が、え師匠死んでんの。ちょっとあたし用事あるから、もうあとはなんとかなるわね。そんじゃね。あ、ちょっと行ってしまわれましたか。今はそれよりも、兄さん大丈夫ですか。兄さん、師匠は撃たれたのか。銃で撃たれてしまって。兄さん、師匠。あ、あれ生きてる。あれ、兄さん、師匠。あれ、なんで兄弟がここにいるんだ。いや、師匠を置いて逃げられないっすよ。へいよ。そうですよ、死ぬ時は兄弟一緒ですよ。それにすでにレジスタンスメンバーはこの島を脱出しました。今残っているのはここにいるホテル担当のレジスタンスメンバーのみです。そうか。いてて、兄さん動いちゃダメだ。ダメだ。あれいやー、銃でさ撃たれたんだけどよ、胸ポケットにしまってた負け温度の CD で命拾いしたみたいだぜ。へいよ。いや、 CD ごときじゃ弾貫通するっしょ。いやー、リバーサイド帰ったらみんなに配ろうと50枚買ってたからな。おい、50枚胸ポケットに入れてるのもどうかしてるぜ。まあファンタジーなんで勘弁してあげてください。あと師匠、1枚オイラにも分けてくださいよ。ああ、もちろんだ。まったく兄さんはすまねえな、心配かけて。兄弟たち、しかしあの数のゾンビをどうやって倒したんだ。絶対無理だっただろう。お前たちが倒したの兄弟。いえ、俺たちが来た時にはすでにこんな状態でしたよ。師匠死んでましたし。へいよ、生きてるよ。それにオイラたちが来た時に姉さんがここにいましたよ。すぐにホテルに入っていきましたけど、師匠が倒れてたんで姉さんに構ってられる状態じゃなかったんですけど、なんでここにいたんですか姉さん。あ、まさか姉さんがこの大量のゾンビを倒してくれたの。ええ、教会のゾンビに囲まれて私ももうこれで終わりだと観念した時、あの方が現れました。そして一瞬でゾンビを倒していきましたよ。お礼も言うこともできずにこの場を去っていき、すぐにホテルに入っていきました。ね、姉さんが俺たちを助けてくれたのか。なんでそんなことを。姉さんって絶対そんな性格してないって。そうですよ、絶対おかしい。俺たちを助ける義理なんてないじゃないか。本当ですね、不思議だ。そういえばこんなまったりしてる場合じゃねえぞ。今はゾンビ協会の会長を捕獲しないと。まだ作戦は進行中なんだぞ。兄弟たちとここにいるレジスタンスメンバーでホテルに再突入だ。待ってください兄さん、もう大丈夫です。すでにあの方がホテルに入られましたから。あの方？え？姉さんのこと？はい、ゾンビ協会で恐れられている金髪娘こと皆さんの姉さん、そして私の生前生きている時にたくさんの指導をしていただいた隊長、元米軍隠密最強部隊イケメン、略して IM を率いていた最強の、いや伝説の部隊を作った隊長です。何それ、新事実。あ、隊長から無線です。はい、なるほど、わかりました。本当にありがとうございました。はい、それではまた。ね、姉さんから。はい、今教会会長を倒したそうです。
そしてホテル内も制圧したとのことです。マジで姉さん半端ねえ。それで姉さんは？お礼も言えてねえんだ。まだホテル内にいるのか？いえ、隊長はキングスマスと飽きたから帰るわって言ってました。多分もうホテルを後にしてますね。あの方はいつもそうなんです。そうか、じゃあこれで全て終わったってわけか。はい、そうなりますね。作戦は成功です。よっしゃ。じゃあ弟よ、全て話してもらえるな。この作戦と姉さんについて詳しく。はい、わかりました。では一旦皆さんはレジスタンスの隠れ家に行って少し休んで待っていてください。私はここのレジスタンスメンバーに少しホテルの後片付けの指示をしますので、それが一段ついたら私も合流します。そこで全てお話しいたします。わかった。